でも、もう YouTube のチャンネル見せたろかな思ったもん、今。いや本当に最近下振れやばかった。なんかエーペックス配信してた時にあのアクシアクローネとハユンくんと一緒にやってたんだけど、なんか最初誰かが地震やみたいな言ってて、ヒマがジャンプしたから絶対こいつ舐めとんかって思って言おうと思ったけど、その何秒後かにブルブルブルってきて、いいよ、オッケー、あやばい、めっちゃ地震や、怖い、めっちゃ揺れてる、ちょっと待ちますか、これ怖い怖い怖い、え嘘と思ってんで、ね、今大きい地震体験したことなくて、なんだかんだ3月にあった東日本も今知らなくて、大阪だったからその時も全然知らなくて、4日前に起きた地震がもう生まれて初めての大きい地震で、あこんな揺れるんだ地震と思って、そうめっちゃ怖くなって、やばいめっちゃ揺れてる、怖い、あーもう今死んじゃうんだと思って、でもただただコラボでよかったなっていう、でもめちゃめちゃパニックになってた、一人で配信とかしてなかったら、みんなをさ守らなきゃいけないポジションなのにヒマが怖がってしっかりできなかったのはちょっと自分でショックだったけど、なんかすぐ終わるかなって一瞬思ったけど、家のガタン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 みたいな音にめっちゃビビってた。結構ヒマんち被害多かったんだよね。被害はですね、モニターが1枚割れ、インターフェースが壊れ、断線したっていう感じですね。なんか急所に当たったんだよね。多分インターフェースに対して4倍ダメージだったんだと思う。モニター1枚ぐらいなら良かったんだけど、ちょっとインターフェースってなってくるとマイクが刺さらないから喋れなくなって、効果抜群だった。その次の日朝起きたら電気暗かったのよ。あれ電気暗いなと思って、でもひまんちあのカーテン開けたらめっちゃ明るいからまあいいやと思って過ごしてて、で夜ちょっと用事あったから、で夜家にいなかったので、帰ってきたらまだ暗くてまだ停電してるわと思って、でなんか携帯の光とかでいろいろご飯食べてて、あ停電長えなって思ってたら、あの外からさマンションを見た時にあれみんなついてんなって思って、なんかうちだけ暗くねってなって、まあ結局電気料金払えてなかっただけ、うちだけ停電だったんだけど、今1回目なんだけど多分滞納しすぎて1回どっかで止まってたっぽくて、で多分誰かが払ってくれて、お母さんかな、で連絡しないといけなかったんだけど連絡できなくて、ね、連絡するときに電車であの行こうと思ったんだ、久しぶりにタクシーじゃなくて、ちょたまには電車で行こうかなって思ったら電車乗れなかったんだ、今あの財布家に置いてきてなくて、ね、ペイペイで電車乗ろうと思ったらペイペイ使えなくて、向こうに行ったら友達がいるんであの払ってもらおうと思ってあの無理やり乗ったんやけど、乗った中にカバン忘れて財布の入ってない何にも入ってないカバン忘れてもういっかって思ったけど、あこれ友達からもらったカバンなんだったと思って取りに行ってみたいな、いやなんでペイペイでさ電車乗れないのマジと思って、いやペイペイにさ今15万ぐらいちゃんと入ってんのにさ、お母さんがさなんかあった時のために入れてくれたペイペイがさもうペイペイできなかったんだよ今。いいじゃんペイペイで払わしてくれたってさ、大変申し訳ございません、ペイペイの取り扱いはできません、鉄道関係者より全く同じこと言われたわで住所書いて電話番号書いてして身分証見せてって言われて、財布家にあるからもうないって言って、これでわからんかって言って見せて、いろいろ見せてさ本人確認いるんですって言われて、でもして、もう YouTube のチャンネル見せたろかな思ったもん今もう一番証拠になるんじゃないかと思ってね、行ってじゃあ友達があのいろいろしてくれてメンタルケアしてくれて辛かったな、そんで電気料金払わなあかんなってなったんやけど、電気料金をえぐい日数耐えなしてたらしいのね。で今あのお母さんに全部やってもらったの、家のことね、
あの一人暮らしとかわかんないから、でその時にあの口座をこっからこっからに変えてねっていう風に言われてたんだけど、全然変えてなかったから、元の口座引き落としでもお金入ってません、おいどうなってんねん貸すみたいな感じで、ポスト見ない終わりあのみんなには言えないぐらい溜まってて、あのね、ひはポスト見にひんからさ、それで電気料金の紙があの届いてると思うんで、その番号を教えてくださいって言われたの電話で。でポストをさ、あの鍵ガチャってやってパッて開けたら、あのびっくり箱みたいな感じでブワーって出てきて、めっちゃ面白かった。その瞬間が一番メンタル良かったかもしれん。うん、だからポストってね見た方がいいよみんな。うん、ポストってね案外ね、案外溜まるよ。うん。